ソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント。クロスをまとい、己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあ、この伝説を君が体験するのだ。さあ、どの戦いを紡ぐ大いなる戦いがここから始まる。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の球を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも、追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥キドミツマサに全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身は三つ政に育てられ、木戸沙織として成長する。時を同じく三つ政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイント、サジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急げ、アテナのセイントたち。
教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第一の宮、白陵宮を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陵宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが、先を急がせてくれないか。待ちなさい。あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手ではありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった。すまないな、ムー。よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、聖夜たちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイント。君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えて第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイント、アルデバランだった。シリュウたちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。このやつか、まさしくやつは黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。まだコリヌとね。沙織さんのためにもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。まだまだ。まだまだ。ペガサス、ローリングチャージ。メタキング。ペガサス。言ったはずだ。メタキング級は倒産。どうしてな。やペガサス。構えて乗りないって。ペガサス。メタキング。俺らでも食らえ。俺らこそ。ペガサス。インセンター。
歯が立たない。流星剣、どうだアルデバラン、お前の剣を超えたぜ。しまった。ペガサス流星剣、ペガサス流星剣、ケイオン、ウィナー、ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。まあまあだな。ここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う、いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣など抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん、聖夜の剣がビッグバンを起こすとは。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角へし折ってやる。おい、せいや、一気に葬ってくれるぞ。ファイト。こいつが、諦めが悪いのか。あいにく、諦めが悪いのがたまにきつてね。ペガサス、ペガサス、ペガサス、ローリングス。しまった。ペガサス、ペガサス、ブロンズの実力などたかが知れてる。勝機が見えてきたぜ、ね、アルデバラン、ペガサス、たかが俺の構えを解かせたぐらいで身内になるなよ。ペガサス、ローリングスも、まさか奴の体の感覚が著しく衰えたこと、コスモは増大した。まだまだ未熟な。ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。俺のコスモはこんなものじゃない。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン、約束通りその角もらった。
何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせいや。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。